電力需要の高まりから政府が節電を呼びかける中、札幌の地下鉄では今日から一部の改札機などを停止しています。こちら地下鉄大通駅です。改札機の一つは電源が落とされていて、節電停止中と書かれています。全国的な電力需要の高まりにより、道内でも電力の逼迫が懸念されています。これを受けて札幌市交通局は今日から市営地下鉄の大通駅や札幌駅など36の駅で改札機や入金機の合わせて77台を停止しました。停止する時間は午前10時から午後4時までで、交通局によりますと、新たに1日あたりおよそ140kWh、2150円分の節電ができる試算です。利用者の皆様には一部ご不便をおかけすることもございますが、ご理解とご協力をいただければと思います。地下鉄の各駅での節電は当面の間続く予定です。